階段アミーゴ。僕の知り合いで、若い時に部活をやってた方がいらっしゃるんですけど、ね、まあ、その方はバスケ部に入部なさってて、そこの学校っていうのが、まあ、その夏合宿みたいなのを夏になるとやってたんですよ。でその、まあ、その夏合宿って言ってもどっかに遠征するとかじゃなくて、自分の学校で、あのなんか畳部屋みたいな礼法室みたいなのがあって、そこにまあ布団敷いてみんなで寝て、朝からもうひたすら練習して、ご飯食べて練習しての繰り返しっていう夏合宿だったらしいんですよ。でそこのキャプテンをその方はなさってて、でキャプテンの仕事は何かっていうと、みんなが、まあ、その部活全部終わって自主トレとかも終わった後に体育館の中の電気を全部消して、で体育館って奥にあの円壇っていうちょっと一段上がったあの校長先生が挨拶とかするあのステージみたいなところがあるじゃないですか。その両脇に小部屋があったんですよ。で右の小部屋の方にそこに体育倉庫的な感じでその道具が全部あって、でバスケットボールとかも全部そこにしまってたんで、電気を全部消した後そこで一人であのボールの点検とか何が何個あるとかってやるのがキャプテンの仕事やったらしいんですよ。でその方がその日もじゃあみんなが体育館から出てった後一人で、まあ、体育館の電気ももったいないから消して、そこの小部屋の電気だけつけて、で、まあ、全部点検してたんです。そしたらそこの部屋っていうのが、まあはしごというか、なんかそのちっちゃい階段みたいなんで、屋根裏に上がれる階段がまあその部屋の中に1個あって、そこから上に上がるとその屋根裏みたいなスペースがあって、何が置いてあるわけじゃないですけど、あの円壇の上って吹き抜けになってて、その両サイドについてる部屋の上の屋根裏と屋根裏を伝ってるなんかそのレールみたいなのがあって、そこにあの垂れ幕、卒業式とかの垂れ幕をかけるっていう、まあそこ上の部屋があるんですよ。でその階段を背にして点検してたら、誰かがタッ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 て上がっていく足音したんです。うわ誰か上がってんなと思って、でも誰か上がっていくか分かんなかったんですけど、知らん顔してたんですけど、全部点検し終わってそろそろ帰りたいなと思っても降りてくる足音しないから、こいつ帰らんと自分も帰れんやんけと思ったんで、ちょっと誰か分からんけど、はい降りてきてやんって上に向かって言ったんです。で返事がないから、もう誰だよと思ったんです。って思った時に、多分バスケ部の連中というよりは夏やし、もしかしたら不良とかが紛れ込んでタバコとか吸ってんじゃないかなって思ったんです。でちょっと注意しに行こうと思って上に上がろうと思って、でその、まあ、はしごみたいなちっちゃい階段登っていって、で屋根裏みたいなところから顔を出すと、まあ、180度見えれるような、そのまあ明かりもほとんどない真っ暗の中なんですけど、バッて見て見るんですけど、誰の姿もないんですよ。あれって、でもさっき足音上がってったよなと思いながら、さっきも言ったんですけど、吹き抜けになってるから向こう側のなんかその屋根裏みたいなところも見えるんですよ。だからレール自体にそっち行くってもさすがに無理やと思うけどと思いながら見ても、向こうにも誰もいないんですよ。あれやっぱり誰もいないな、おかしいなと思って、下に降りようと思って頭引っ込みようと思ったら、後頭部のところにふわーっていう感覚があったから、えっ誰かいるのかなと思って後ろをパッて見たら、自分のその目の高さちょうどここが床になってるんですけど、そこに上履き2つ、足がそこから伸びてて、スカートの下の部分が見えたんですよ。多分頭にふわっと当たったのスカートのその部分やなと思ったんですけど、え、さっき360度見回して誰もおらんかったよなって思った時に、むっちゃ怖くなって、とりあえずバーって顔下げて、これどういうことってちょっとパニックになりながら下に降りてったんですよ。え、これ何が起きてんだろうよくわかんないと思いながら、とりあえず怖いから体育館を出ようと思って、でその下まで降りてって小部屋のドアをバーンって開けたら、体育館の中真っ暗なんですよ。真っ暗なんですけど、一番向こう自分が今いる側と反対側の方出口が開いてて、そこから明かりが入ってきてるんです。その明かりのところに人影が見えたから、あ、誰か来てくれたんやと思ったんですけど、その人影があれと思ったのが、どうも背がむっちゃ低いんですよ。え、何これ、めっちゃ背が低い人がおると思ったんですけど、次の瞬間分かったのが、それって背が低いんじゃなくて上半身だけがそこにいたんですよ。うわっと思って、その時に何これと思ったら、その上半身がちょっとずつ自分の方に近づいてくるのが分かったんですよ。えと思って腕を使ってこうやって、うーってくるんですよ。その声が聞こえてきてるんですよ。うわーと思ったら、うーうーうーって近づいてくるんです。うわどうしようと思って、今小部屋から出たんですけど、それが迫ってくるからむっちゃ怖いと思って、また小部屋に戻ってバーン閉めたんです。閉めたらそのドアの向こうから、うー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 ってもうすぐそこまで来てるの分かるんですよ。うわどうしようと思ったんですけど、あ
ああいう小部屋ってあの円壇の方にも出はけができるようになってるから、ここのドア閉めてもこっちからあの円壇の方に上がってステージから飛び降りてそのまま駆け抜けようと思って、そっちからバーン行ってバーンって外に向かって駆け抜けていったんです。でもその出口の方に向かってる間も背中の後ろから今度また向こうから自分の方に向かってううって来るのが分かるんですよ。でそっからむっちゃ逃げて外までバーン出てってなんとか外に出たんですよ。出てうわむっちゃ怖かった、何が起きたんやろうと思って、そのままみんながいるその霊峰室みたいなところに向かって走っていこうと思ってバーって夜の学校の中走っていったら、なんか人がバーって出てきて、あよかった、なんか人気がなかったからちょっと安心したみたいなこと思ったんですけど、その人の横をすれ違う時にその人がって言ってきて、その人が着てた制服っていうのはよくよく見たらあの天井裏で見たあのスカートのその制服やったんですけど、そこで見た制服もすれ違ったその人の制服もその学校のものじゃなかったんですって。だからあの時見たあれって何だったんだろうと思って、でいろいろもちろんなんかその人もそんな怖い思いしたから調べたりなんだりしたらしいんですけど、昔のその学校の制服だったと。だからその体育館で何があったか分かんないですし、その天井裏で見た時にはもうこっから下でも体育館で見た時はこっから上っていう、そのだから何を自分に伝えたかったか分かんないですけど、その学校には夜になるとそんなのが出るって話がそこから出回るようになったらしいです。吉本